報道 AT 9月4日オリンピアより戦国乙女4戦乱にひらめくなんて読むねんこれが登場。導入台数は1万台、初当たり確率は設定1で 272.7 分の1、設定6で 217.1 分の1、出玉率は設定1で 98.2%、 設定6で 113.0%、 天井は799ゲーム、通常時は2個カウンターの減算による乙女アタックの抽選と規定ゲーム数超過により戦国乙女ボーナスを目指す。 AT 強化ワラッシュは純増 2.5 枚、レア役でゲーム数とボーナスを抽選していきます。ボーナスは出陣ボーナスとなり、特化ゾーンはなんちゃら覚醒と出陣の時の2種類。ポイントとしてボーナスは初代マドカマリカやサラリーマン番長と同様、通常時のモードを貫く仕様となっており、ゲーム数とレア役ダブルでの抽選を受けていけるのが面白いところとなっている。ところで王道 AT の王道ってなんやねん。